い、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、こちらのじゃーん、ポンポンポンジュ、はい、ポンポンポンジュというね、このメイクスポンジをご紹介していきたいと思います。なんせ私はですね、メイクスポンジがないとメイクをできないというほどに、スポンジマニアでございまして、まあいろんなところのスポンジを数多く使ってまいりました。まあかの有名な海外ブランドのスポンジももちろん使いましたし、個人的に気に入っているブランドもあれば、まあなんせですね、家にスポンジのストックをいっぱい買いだめしているぐらいスポンジ愛がすごいんですよね。で、今回はまだ 3D スポンジ使ったことがなかったので、こちらを使ってみようと思います。私が買ってきたのはこのピンクとイエローなんですけど、まあ他にもね種類はあるみたいです。ただ私が特に使いやすいだろうと思ったこの形、ピンクが雫型、黄色がですね一つ断面のある雫型っていうのかな、はい、この2つを紹介していきたいと思います。では早速ピンク色の方から開けてみようと思います。はい、こちらはですねお値段が480円プラス税ということで、まあ500円前後で買えるスポンジとなっております。開けてみるとこんな感じ。サイズはね鼻ぐらい、鼻まあ手のひらに収まるぐらいの、スポンジです。見た感じかなりキメが細かくて、これはちょっと期待できるんではないでしょうか。水あり水なし療養タイプ、水を含むと 1.5 倍の大きさに、スーパーソフトでしっとりふわふわ濡れスポンジとしてもって書いてます。で、私はね絶対に水に濡らして使った方がいいと思いますので、この後ねちょっともうあの水も用意しておりますので、実際に濡らしてどれぐらい大きくなるのかっていうのを、皆様にお見せできたらいいなと思っております。そしてこの黄色い方ですね、黄色い方はまあ肌色かな、はい、こんな感じで、まあ、雫型に一つ断面がある、まあ、このような形です。で、まあ、私はねこの形もこの形も今まで使ってきてすごい使いやすかったんですけど、あのオーソドックスなスポンジって大体この雫型なんですけど、まあ、この雫型に一つ断面があることで、こういうね頬の広い部分とかも塗りやすかったり、でもこっちにもこの雫型と同じ頂点があるので、こういう小鼻の細かいところとかも塗れる、だから面もあって点もあってっていう一つで二役してくれるのはこっちの方かなと思います。でですね、1.5 倍に膨らむって書いてるんですけど、そこのとこどうやねんって多分思ってる方、実際に濡らしたらどんな感じなんかなって思ってる方結構いらっしゃると思いますので、今からこれをね濡らしていきたいと思います。大きさはねこのピンクも黄色も同じぐらいなので、この黄色い方だけ今から水に濡らして、これと大きさを比べたいと思います。どれぐらい大きくなるのか楽しみにしていてください。では濡らしていきます。はい家のお茶碗に水を張ってきました。こんな感じで、では濡らしていきたいと思います。まずなんで濡らすんやろって思われる方いらっしゃると思うんですけれども、まあリキッドファンデーションを塗る場合のことを考えてるんですけどね、水に濡らさなかった場合リキッドファンデ、まあ一応水分があるのでファンデーションが全てスポンジに吸い取られてしまうっていうことがあるんですけれども、スポンジを水に濡らすことで最初からこうスポンジに水分があるとリキッドファンデーションがスポンジに吸い取られないというメリットがあるため、水に濡らして使うことをすごくおすすめされています。ていうかめっちゃ膨らんでるすごい、なにこれやばはい、今ですね、こう水に濡らしながらこうシュポ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 してるんですけども、びっくりするぐらい膨らんでる すごいはい、でですね、まあ、使う前はこうギュッて握っていただいてしっかり絞って使うようにしてください。あまり水がねあの多くスポンジ含まれてるとファンデーションがこう弾くというか、ファンデーション弾いて肌がすごいムラになってしまうので、使うときは絞ってください。はい、それでは濡らしていないこの元々のピンクのこの大きさとさっきの黄色を比べてみましょう。ではいきます。3、2、1、じゃーんでこれやばくないですか。同じやったですよサイズ。それが水に濡らすと 1.5 倍に膨らみました。はい、すごい。でもめっちゃ柔らかくて、このねほらほらほら、わかるこの感じ。濡らしてない時はまあそこそこ中が詰まってるので弾力があるんですけど、濡らすともうポンポン、めっちゃ柔らかいです。ででかいし、こんだけね面があるとこうファンデーションもポンポンポンって一気に塗れるので、なんせこれ膨らむのが楽しいのがもうすごいこれはちょっとかなり
いいですね。ちょっと自分でもびっくりしてますよ、すぎて。はい。で、今ちょっとね、メイクしてしまってるので、今からここの部分ですね。ファンデーションを一回メイク落として拭き取りまして、リキッドファンデーションを実際にこのスポンジを使って塗っていきたいと思います。では、しばしお待ちください。はい。ということで、今ですね、こっち半分、この辺のファンデーションを、落としました。これからこのスポンジを使って実際にリキッドファンデーションを塗っていきたいと思います。今回使うのは、シュー・ウエムラのザ・ライトバブルフルイドファンデーションの564ですね。こちらのリキッドファンデを使っていきたいと思います。まあ、半顔なんでそんないらんか。私がいつも、スポンジで塗るときは、顔の上にまずファンデーションを指で点置きしています。特に私はここの辺に、クマやったりそばかすがあるので、この辺にまずこう、ポンポンポンってファンデーションを置いて、その後にこう、まあ、余分なファンデを置くようにしています。はい、それではスポンジを使っていきたいと思います。このね、ほっぺたのやっぱ広い面はこういう目断面のところでやった方がいいと思うので、早速伸ばしていきます。こんな感じでポン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 ってタップするように広げるだけで、ファンデーションがすごく綺麗に伸びてくれます。これすごいめっちゃ綺麗に伸びる。見て、ツヤとムラがないあたり、素晴らしいですね。はい、広い面はだいたいこれでいけるんですけど、やっぱりこの小鼻のあたりやったり、まぶ下まぶたのところとかはやっぱり細かいので、そういうのはこっちの頂点のところを使って、小鼻のこうファンデーションを綺麗に入れ込んだりとか。はい。で、スポンジのいいところってやっぱりこう水に濡らしてる分乾燥しにくいので、すごい艶やかな肌に仕上がります。すごいよこれ、めっちゃいいはい、こんな感じで自然なツヤもありながら、ファンデーションはめちゃくちゃ綺麗に伸びてます。はい、こんな感じで塗れました。使い心地としてはすごく柔らかくて、タップする時も痛くないので、刺激もそんなに強くないし、でキメも細かくてファンデーションがムラになりにくいっていうのもあるので、これいいな結構今まではあの海外のスポンジ、有名なブランドのスポンジとかを使って毎日してたんですけど、スポンジに対してのこのこだわりが日本のメーカーさんってあんまりないかなっていう風に思ってたんですけど、これすごいですねめっちゃ気に入ってます。で、まあ、形はこっちもあるし、まあ、見栄え的にこうインスタ映えしそうなピンクもぜひ女の子をリキッドファンデ使ってる方は絶対使ってみた方がいいと思います。で、一応これ水なし用でもいけるので、パウダーファンデーションを実際にこのパウダーファンデを直接スポンジで取ってこう伸ばすっていう感じでも使っていただけます。っていう意味で、水なし水ありどっちでもいけるスポンジ480円ですね。ポンポンポンジュ、これかなり優秀かなと思います。ぜひ、皆さんも使ってみてください。このほんまに感動してるので、っていうか水に濡らす瞬間がもうふわってめっちゃ膨らむので、もうこれやってほしい。これ動画に撮ってストーリーにあげたらもうインスタ映えですはい、ということで今回はですね、この 3D スポンジですね、ポンポンポンジュご紹介いたしました。まあいろんなところで売ってると思いますので、ぜひ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 、見かけたら手に取って実際に使っていただけたら、本当にこの感動が伝わると思ってます。480円、かなりお安くてですね、他のスポンジに比べても優秀なので、ぜひ使ってみてください。はい、ということで今回も動画を最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。